おはようございます。真昼の暗黒パート35です。前回はミサとカズが一緒に寝るシーンから始まりました。そこで交わした会話が少し心配になる内容でしたね。ミサは明日のプレゼンのことを話している。でも実際に言葉として出ているのは小学生の頃の授業内発表のことにすり替わっているというか、まあ、カズの表情はわからないものの第三者視点のカズを見るにおそらく心配しているのかなと思われます。そしてまた後日の話でしたが、田辺と名乗る男性記者がミサのいるアパートに取材に来ました。もちろんアポなんてありません。そこで何か隠していることはありませんかというんですね。どこから聞いてきたのかカズと一緒に住んでいることが分かっていて、その記者はカズのことをより深く聞きたそうにしているんですよね。その途中で切ってしまったので今回はここから再開です。これですね。それではここから読んでいきましょう。あなたがなぜわざわざカウンセラーと同居しているかということですよ。記者は一歩踏み込んで私にゆっくり問いかけた。彼が予定していた本題に入ったのだ。もともとは全く無関係の人間だったはずだ。カウンセラーにしても身寄りのない子供を引き取るのはそう簡単なことではない。他の子供も担当してたりするだろうからね。なぜ二人が住むことになったか、なぜあなたはそれを今まで周囲に隠してきたのか、それを突き詰めて考えるとですよ、面白いことが浮かび上がってくるわけです。何でしょう。さっきから動機が止まらなかった。田辺の演技じみた口調は間違いなく私を試している。彼の注意深さはいよいよ鋭くなり、私の口元の動き一つ見逃すまいとしているかのようだ。遥か昔、初めてカズと会った日のことを思い起こさせた。あの時も私はできるだけ表情を悟られないように視点を一点に集中させていた。でも手の動きとかでわかるってカズは言ってたけど、それは知らないのかな、ミサは。しかし一番まずかったのは私が何も言えずに口を閉ざしていたことだ。一生懸命になって何も喋れなくなっちゃってるよね。昼間宴さんが勤務していた市役所の応対記録を調べましたがね、そこでも興味深い事実が判明しました。そういうのも出てくるんだ。2027年12月半ば。ああ、未来の話なんだね。あなたのお姉さんは暮れ方数に住民票の手続きを担当している。当時お姉さんと親しかった同僚の方に話を伺いましたが、彼女はその時期から彼氏がいると言っていたようです。それさあ、なぜ当時わからなかったかって話じゃない。彼氏、詳しくは話したがらなかったようですが、おそらく暮れ方和でしょう。そこでそう結びつけられるんだね。すごいね。あの頃の記憶がフラッシュバックする。暮れ方和、昼間宴、住人と職員、犯人と被害者、彼氏と彼女、はあ、頭が痛い。すごく。暮れ方和は小学5年生当時強姦を犯し少年院に入っていた記録が残っています。それが2015年なんだよね。事実を並べてみると私にはとある真実が見えてきて仕方がないのですよ。昼間宴を殺した犯人は暮れ方和だと。これは推測でしかありません。多少極端であることも承知しています。しかし暮れ方和が事件に何らかの形で関わっていることは十分に考えられる。状況証拠や当時の記録から見てもそれは確実と言ってもいいでしょう。話を戻しますが、あなたはなぜ姉を殺した犯人と住んでいるのですか。
確定してるやん田辺さんの中で。姉を殺した犯人だからではないですか。何言ってるんですか蛭間美沙さん。あなたがもしグレが高ずに脅されているのであれば、私はあなたを助けます。しかしもしもあなたが故意にグレが高ずの容疑を黙っていたのであれば、大きな問題になりますよ。非常に大きな問題だ。殺人を知りながらそれを黙っていることは殺人幇助にあたります。幇助、共犯になる可能性があるということです。じゃあ何件も殺人幇助してるってこと。どうして。私何もしてないのに。この人は私のことをどこまで知ってるの。どうして私を挑むような目で見てくるのだろう。この時間が早く終わってほしいとひたすら願った。しかし田辺には話すべき話題がまだ残っているようだった。変なこと言うのをやめてください。何の証拠もないじゃないですか。ああ、頭が割れそうに痛い。先生から頭痛薬の残りをもらわないと。まだロキソニンが残っていたはず。先生ね。調べればいずれ明らかになることです。それにグレが高ずを含めて事件を俯瞰するとおかしな点がいくつも見つかる。おかしな点。トキジョウスケ君のことはご存知ですね。あなたが魂を去った後、ジョウスケ君もまた引っ越していた。引っ越したの？あれ、生きてるの？しかしね、その後の消息を調べてみるとこれがまるっきり出てこない。どの記録にも残っていない。消息？誰がその引っ越した手続きをした？戸籍上は確かに存在しているにもかかわらずです。生きてることになってる、戸籍上は。だけど殺した。まるであなたと同じ時期にふっと蒸発したように彼はいなくなってしまった。ああ、おかんが背筋に走ってる。私は考えました。彼の家庭環境が原因なのかと。ジョースケのことも調べたんだ。そこで徹底的に調べることにしました。この間ようやく彼の母親の居場所を突き止めましてね、取材に行ってきましたよ。私は扉の内側でドアノブをつかみ、田辺に気づかれないように片腕で体を支えていた。手の中がヌルヌルする。立っているだけで精一杯だった。喉の奥から変な味がこみ上げてきて、目の奥に酸が染み込んだように涙が瞳を満たしていくのを感じていた。調べた結果、やはり丈介君はある時期を境に消えたことが分かりました。これが何を意味するかお分かりですか。消えたね。殺された可能性が高いということですよ。引っ越した記録はさっきも言ったけど、どうなってるんだろう。お母さんがやったのかな。いやでもそんなことないよね。殺された。彼の死体は見つかっていません。そうなんだ。今まで不在が明らかにならなかったのは彼の母親が隠していたからです。ああ、なるほど。彼女の生活を少しでも楽にするために、少しばかりの金を不正に受給するためにね。子供の手当が入るようにってこと。そして彼の父親は他でもない、グレガタカズだ。わお、それも分かってるんだ。ご存知ありませんでしたか。知らないでしょう。でも先生は。先生ですか。そんなことをしないし、ていうか先生のことはよく知らないです、私。本当に長い間同居しているのによく知らないということはないでしょう。まあとにかく事件は新たな展開を迎えようとしている。もちろん今お話しした私の考えは
何度も言いますが推測でしかありませんので、裏付けが取れるまでは公にはしません、そこで蛭間さん、私から一つ提案があります。提案？事件を解雇した手記を出版しませんか？当時を振り返り、あなたが小学生の時体験したことを執筆するのです。未解決事件の遺族がもう一度事件解明を訴えて本を出版する、なかなか触れ込みとしてはいいと思いますよ。じゃあこれちょっと早いのかな、半年前から、これ半年前かな。あなたの経験はきっと日本に数多く存在する他の未解決事件を振り返るきっかけになる。いかがですか？私難しいことはよくわからないし。大丈夫、ここに一応本業の人間がいますからね。一から教えますよ。それに私が後から手直しすることもできますから安心してください。手記、ミサがずっと書いてたあの手記を今ここで見せたらどんな反応をするだろう。やっぱ書いていたんだね、依頼とかじゃなくて。ちょっと考えさせてください。悪い話ではない、下世話の話売れますからね。犯罪ルポもの、特に未解決事件を扱った本は。ルポ、ここに連絡をください。急かすつもりは全くありませんが、こちらも独自に調査を進めている中で確かな証拠が見つかり次第警察に報告しますので、そのつもりで。決心が決まったらいつでも教えてくださいね。隠してること前提なんだよね。それでは。でも明日までとは言わなかったね。アパートの廊下に静寂が戻った。私は途端に吐き気を覚え風呂場へ走った。トイレ走ったら、おーなんだ、便器の横に、あ、そうか、一緒なんだっけ、ユニットバスなんだ。いや、そういう描写はなかったな。便器の横に膝をついた瞬間、胃から苦いハンコ形状のものが勢いよく便器の奥にぶちまけられた。ああ。引きつった喉を流れる止めどなく糸を引く胃酸を眺めながら、引きつったでいい？合ってるね、引きつった。今さら私は自らの浅はかさを思い知った。それと同時に未来を少しだけよく見せていた楽観、社会に受け入れられるための考えうる上で一番いい方法が失われたことも知った。何？いや、そんな都合のいい方法など最初から存在しなかったのだ。北条になるよって言われたから。なぜ自分に落ち度がないなどと思い込んでいたんだろう。私は何もしていない。しかし何もしていないということが問題なのだ。って言ったってね、もし殺人を知っていながら12年間も黙っていたことが明るみに出たら私は共犯扱いになってしまうらしい。そういうことか。ハードディスクに保存してある書きかけの手記は危険だ。これ以上事件のことを明らかにしたら私は罪を被ることになるかもしれない。あいつはともかく私まで刑務所に入ることになるなんて信じられない。いや、私が手記を持っていかなくても田辺が独自に調べたものをまとめ上げられれば終わりだ。どうすべきか。あれ、書くのやめるの？あ、小学生ミサだって危険すぎる。じゃあこのまま生活を続けるんだね。また田辺来るぞ、先生と一緒に。自分を苦しめ続ける道を選ぶんだね。それはだって刑務所に入るよりマシじゃん。先生に脅されたとかなんとか言っとけばいいでしょ。仮に先生がミサに不利な証言をしてもこっちが否定し続ければいいだけだよ。そんなうまくいくかな。逮捕歴なんてやだよ私。だから大丈夫だって、私被害者だよ。姉を殺されたんだよ。
脅されてました。はい、終わり。ねえ、私はミサのことを思いやるって読むんだ。ねえ、私はミサのこと思いやって言うけど、このまま生活するのはやっぱり良くないと思う。悪いことをした人はちゃんと裁かれないといけないし、それにミサの精神が持たないよ。今ならまだやり直せる。怖がらないで、まだ人生を諦めるには早いよ。ミサ、ミサだったらそうするってことなの？うん。っていうか、普通の人だったらそうするでしょ。小学生ミサの方がしっかりしてるっていうね。両親も痛まないし、当然のことするだけ。この生活から抜け出すか、このままカズと住み続けるか。私にはこの2つの選択肢しか残されていなかったし、どちらを選んでも破滅へ向かうかもしれないのだ。朝飲んだコーヒーがまた胃から逆流してきた。溶け始めた喉の粘膜をどうすることもできずに、私は数時間風呂場のタイル壁にもたれかかっていた。時計の音。カズ、何？帰ってきた？入っていい？ああ。もうびっくり。どうした？なんだこの曲は。なんだこの曲は。ちょっと。はい。どうした？こんな夜遅くに。早く寝ろと言っただろ？どうするんだろう、ミサ。話があるの。あ、ここで伝えるの？このルートは。なんだ、急にかしこまって。セックスしよう。は？それくらいいいでしょ？カズは困ったように私を見た。いつもと変わらず、子供を見るようなそんな態度で。ミサ、そういうのは良くないんだよ。私はミサに早く元気になって社会に復帰してほしいとも思うけれど、それは性的欲求を満たすことでごまかすのではなく、心から健康になってほしいということなんだ。私はあくまで父親代わりだし、できることはしているつもりだ。娘と父親がインターコースしたっていいでしょ？いいわけないだろう。何考えてるんだ。父親から虐待を受けた子供の4分の1が性交を強いられたというデータがある。いいか、性交は虐待なんだ。もちろん性的虐待というのは、性的な言葉を言ったり、子供が嫌がるのに執拗に触ったりなど幅は広いが、ただの変態のくせに偉そうに講釈垂れないでくれる？それに私と先生は親子じゃない。まあね、成人してるしね。目の前の殺人鬼に対する憎しみがまた湧き上がってきた。ちょっとうるさいな。ちょっと音量下げました。すいません。常識を備えたふりをして普通の人間を演じられる男。どうしてカズが許されて私が許されないの？どうしてこの殺人鬼が何のストレスもなく生きて、私が苦しみながら生きていかなきゃいけないのよ。苦しんでない。まあ、うん、そっか。父親面してるけどさ、あんたは殺人鬼。両親のかけらもない動物。それを自覚してる？言うんだね。充実した仕事に交友関係。毎日楽しそうで何より。殺人を犯しておいて、いろんな人の人生をめちゃくちゃにしておいて、なんとも思わないんだもんね。早く報いを受けるべきだよね。君、まず落ち着こう。は？落ち着けるわけないでしょ。いつまでこの生活が続くかわからないのに。この顔怖いからやめてくれ。でさ、
あんたはいいよね。ちゃんと社会に迎合できてるんだから。おかしいよ、おかしいんだよ、こんな状況は。私ばかりみんなから責められて、追いかけ回されて、どうして普通の人間の私が幸せになれないの？私何もしてないのに、どうして真面目に学校通って仕事してやるべきことをちゃんとやってきたはずなのに、どうして今こんなことになってるの？教えてよ、ねえ。今日何かあったのか？え、あ、そりゃな、言われるよな。その言葉に私の視界がぐらりと揺れた。あ、また初めての顔。今日ね、変な人が来たの。変な人？誰だ？記者。また来たのか。で、なんて言ったんだ？何も。ただ取材させてもらえませんかって聞いてきたから、考えさせてくださいって言った。あ、そこは隠すんだ。そうか。他には？何も。わかった。それが辛かったんだね。また事件のことを掘り返されそうとして。何も言わなければ大丈夫だよ。でも先生、怖いの。またお姉ちゃんが死んだの私のせいって言われたらどうしよう。みんなから責められたらどうしよう。また引っ越さなくちゃ。取材に答えたくないよ。クラスの人たちから仲間外れにされるのもう嫌だよ。私はただみんなと仲良くなりたいだけなのに。じゃあ引っ越した先の小学校でもこういうことがあったんだね、きっと。ミサ、ミサ、一回深呼吸。学校の先生だって私のこと変な目で見るんだもん。やっぱり事件のことを隠した方が良かったんだよ。誰も話しかけてくれないの。給食の時間もグループで話し合いをする時間も誰も私の言うことを聞いてくれないの。そうだったのか。みんな私のことを不気味だって思ってる。変な子だって。関わると面倒になるって思ってる。だけどさ、逆に私を気遣って腫れ物扱いみたいに優しくしてくれるのも辛いし、どう反応すればいいのかわからないし。私は私のままでいいなんて嘘だよ。私のままじゃみんな受け入れてくれない。私以外の誰かにならなきゃ普通に生活を送れないよ。ミサ、知ってる。タマは特別な町だったんだ。何でもあって子供はみんな仲良しで、東京なのに冷たくないところだった。おじいちゃんやおばあちゃんが子供に優しくて、地域のお祭りだってあった。だけど今は何もないよ。引っ越した先、みんな何もない町ばっかり。嫌味だし、よそ者は排除しようとする人たちばっかりじゃん。誰も挨拶しないし、私のこといじめようとするし。いろんなとこで大変な思いしてきたんだね。話しかけても無視されるし、先生に相談したってめんどくさそうにするだけだし。やっぱり私邪魔者だったんだ。友達からも親からもお姉ちゃんからも。でも本当は知ってるんだ、誰のせいでもないって。一番大きな理由は、私がミサがねじ曲がった性格だからこうなったんだって。おいミサ、君は何歳だ、言ってみろ。え、私？え、いえ、あ、え、3歳？違う、思い出せ。混乱してるな。さ、え、 10？11？ あ、11歳。今度は間違えずに言えた。君は21だ、ミサ。21、成人だ。ミサは今どこに住んでるんだ？た、ま、稲城市、多摩市、長野、宮城市、郡島、読み方がわからない。市、島。ここはどこだ？先生？書斎？住んでる場所、住所。東京都市町目の2-34。そう、そうだ。よく言えたね。あれ？なぜ私は住所を言わされているのか。会話の経緯がよく思い出せない。
混乱するとやっぱり分かんなくなっちゃうんだね。カズが私の肩を揺さぶっていたようだが、すぐ疲れ果てたように腕を下ろした。また中途半端なんだけど、どうしようかな。ここで終わります。すいません、また中途半端で、なんかもうちょっとで終わりそうな気もするんだけど、このエピソード。じゃあここで終わりたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。中途半端なところで本当にすみません。また次回に続きます。お疲れ様でした。